おはようございます。6月12日金曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図を確認していきましょう。今日は梅雨前線が少し南下し、活発な雨雲は海上付近が中心となります。ただ西日本や東日本を中心に梅雨空が続きそうです。梅雨前線から近くなる西日本の太平洋側ほど雨が降ったり止んだり、強まる雨などにも注意が必要です。一方北日本では高気圧にだんだんと覆われてくるため、天気が回復し日差しが届くところが多くなりそうです。では全国のお天気アイコンで確認していきましょう。西日本や東日本では梅雨空が続きます。雨が降るところも多くなりそうです。そして西日本の太平洋側ほど雨の降り方が強まり、雷雨となる恐れがあります。またこれまでの雨の量が九州の南部や紀伊半島南部多くなっておりますので、危険な場所には絶対に近づかないようにしてください。また午後ほど雨が降りやすくなり、山沿いを中心に強まる雨や雷雨にもご注意ください。そして気温が高くなります。名古屋31度、東京で30度予想となっております。非常に蒸し暑くなりそうですので、熱中症対策が欠かせません。一方北日本や沖縄では天気が回復し、日差しが届くところが多くなります。暑さ対策、そして紫外線対策、しっかりと行ってください。以上、全国のお天気をお伝えしました。